자음과 몸이 만나서 글자를 만들어요. 가나다라마 아예이요. 여러분 안녕하십니까. 유튜브 대만화 본격극 한국어고 데키카 한글을 고자노 파크데스. 今回の 必須初級文法皆さんにぜひ知ってほしい、ご紹介したいのは、じゃなよという表現ですね。先日もテキカプリの掲示板で、じゃんにという表現を K-POP で聞いたという、どんな意味ですかと質問があったんですけれども、今回は結構日常で使う、じゃないとかじゃんにあたる過去のじゃなよ、そして類似表現のじゃんに、タメ口ですね、まで皆さんにご紹介まとめてしたいと思います。では参りましょう。 안녕하세요. 안녕하세요. 한국어を本業とするプロの韓国人先生が最強コスパで韓国語を指導。ぜひ検索してみて。 はい。 実際ですね、デキカオンラインコーチャー、チームを使った形、同じ形でレッスン進めたいと思います。最近、デキカオンラインですね、どんどん生徒さんが増えてますので、皆さんもぜひ、対局コスパのデキカ体験してほしいと思います。頼りになる先生と一緒に頑張って勉強していきましょう。じゃないですか?じゃん?とか、じゃない? 何か反論したり、主張したりとかする表現なんですけれども、語感プラス、じゃなよ、丁寧語だとじゃなよという表現があります。そして、にがついて、タメ語だったら、じゃながれば、じゃんにという二つの表現があります。と、日本語としては、じゃないですか、とか、まあ、丁寧語でしたら、タメ語だったら、じゃない、 とか、じゃん、日本語だとじゃんという表現もありますね。昔、日本人の友達が、何々、じゃんか、じゃんか、表現、使う友達もいたんですけれども、今はあまり聞かないんですね。あの、友達のなんか、口癖だったかもしれないですね。そして、名詞には、イジャナヨじゃなよ、タメ口は、イジャナじゃな、イジャンニジャンニになります。まあ、パチウムも関係ない、そして、 規則も生じない、形的にはちょっと簡単なものですね。じゃあ、ここでこのタメ口のチャナとチャンニーの違いに関してなんですけれども、このチャンニーというのは皆さんご存知でしょうか?タメ口の疑問文の表現で、ニーがつく表現がある皆さんってるですかね。あと、ニャーがつくのもありますね。그죠? 韓国の、タメ口っていろいろあるんですけれども、また、疑問文だと、まあ、この他にも、もう、あおという表現もありますし、まあ、にゃというのは主に、友達同士の男の友達同士でよく使う、一番存在でフランクな表現。あと、にも、タメ口なんですけれども、これは、結構、優しい、まあ、これもフランクな言い方として、あと、女性がよく使う傾向もある。 ということなんですね。年上の人には使えない、タメ口。やっぱりフランクな、同い年以下で使う、優しいタメ口の疑問の表現というふうに考えればいいですね。ちゃん、そこににが付いている形ですから、これはですね、一番近いものとしては、日本語ではじゃないのという表現になると思います。てか、でしょう。まあ、疑問文一応表現ですから、じゃないのでしょうという、 若干語尾を上げるような表現になります。なので、じゃなよりより優しい、あとフランクな表現、女性がよく使う傾向もある。そして、これだと、歌でもよく登場するんですね。歌の歌詞としてもよく使われる傾向があります。やっぱり、まあ、別れた恋人とか愛する人に使う、 表現として、親近感、愛情がある、親しみがある人に使う表現ですね。はい。例文練習です。韓国ドラマ、재밌잖아요。簡単ですね。韓国ドラマ、面白いじゃないですか。재밌다が元気ですから。じゃなよがつく。非常にシンプルでわかりやすいですね。날 사랑하잖아。
俺のことを愛するでしょ？愛してるじゃん。タメ口ですね。じゃあ、サランハダが元気ですから、サランハじゃなって言ったら、俺を愛してるじゃんという意味になります。これは実際ですね、以前バラエティで、女性アイドルのメンバーが使ったセリフだったんですけれども、결혼하면이별안하잖아요という表現もありますね。結婚したら、結婚すれば、이별하다は別れるという意味。このように否定文で使うことも可能ですね。ですから、お別れしないじゃないですかという意味になります。じゃあ、名詞はどうでしょうか？이거5만원이잖아。これ5万円じゃん。になりますね。これ5万円じゃん。パチウムも皆さん注意してくださいね。円はパチあるから、いじゃながつくんですね。じゃあ、チャンネルもちょっと練習してみましょうか。確かに、やっぱり私も日常でジャンニーを使うことはなかなかないですね。女性とかやっぱりこうセリフ、もう歌詞で使う表現だと思います。ちょうどあるジャンニー、日本語で。あなたも君もわかるじゃん。わかるでしょう。という意味になりますね。はい。じゃあ皆さんここでもう一つしておきたい。皆さんに紹介したい表現がですね。皆さん。結構会話でよく使うのが、いっちゃなよとか、いっちゃな、ちょっと口こもるような、てんてんてんという表現がありますね。皆さんよく聞きますよね。じゃあ、これもちゃなよがついてるので、皆さんぜひ覚えてほしいと思います。ちゃなよがあるから、直訳すると、あるじゃないですか、になりますね。しかしここでは、いっちゃなよはあるじゃないですか、ではなくて、話を始めるときに、いっちゃなよで始まったら、これあるじゃないですか、じゃなくて、あのですね、という意味になる。あのですね。いっちゃなよは、タメ口ですから、とか、あのね、とか。まあ、いうことも日本語だと、って翻訳しても大丈夫ですね。何か話を始めたり、呼びかけたりとか、感情を伝えたり、言葉をつなぐような言い方ですね。いっちゃなよって言ったら。これは皆さんぜひ覚えてほしい表現だと思います。例えば、タメ口だとこのような使い方。いっちゃな、どんじょみっそ？ いっちゃな、どんじょみっそ？じゃあ、あのさとか、ここではタメ口ですので、あのさ、お金、ちょっとある？少しある？という意味？どんじょみっそ？お金少しある？という意味になります。会話で結構使う表現ですね。ぜひ覚えてほしい。語感プラス、じゃなよ。タメ口は、じゃな、じゃんに、じゃないですか、じゃない、じゃん。ちゃなより、ちゃんには、より優しい、フランクな表現、女性がよく使う傾向があると。そして、歌詞、歌の歌詞とかにもよく登場する、名詞は、いじゃなよ、ちゃなよになります。いっちゃなよは、ですね、とか、いっちゃなは、あのね、あのさ、という表現。これも、各人が結構使う表現ですので、覚えといてください。はい、いかがでしょうか？必須初級文法、じゃなよ。皆さん、ぜひ、いろんな言葉に使って、各人の会話で使ってみてください。ではまた次回も楽しみにしてください。この動画が参考になりましたら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。여러분、수고하셨습니다。